バレーボールスペイン男子代表は、バレーボールの国際大会で編成される、スペインの男子バレーボールナショナルチームである。1953年に、国際バレーボール連盟へ加盟。主要国際大会の出場は1980年代に、入ってからと遅く、大陸選手権は、初出場の1981年、欧州選手権から3大会とも出場国、中西会に終わっている。 その後、自国開催の1992年、バルセロナオリンピックに合わせて強化が進められ、初出場で8位入賞。1990年代後半から、ワールドリーグ参戦など国際舞台での経験を重ねると、著しい急成長を遂げて、欧州の強豪国の一角となり、1998年世界選手権、1999年、ワールドカップに初出場。 翌年には二度目となる2000年、シドニーオリンピック出場を果たした。アテネオリンピック世界最終予選で出場権を逃した翌2005年からは、イタリア人監督の指揮の下で、チーム再建が図られ、当時 FIVB ランキング24位でありながら2007年、欧州選手権で初優勝し、ヨーロッパチャンピオンとして同年ワールドカップに出場。 FIVB ランキングを6位まで急上昇させ、シドニー以来に大会ぶりのオリンピック出場権獲得を目指したが、北京オリンピック欧州予選でセルビアに敗れ、さらに北京オリンピック世界最終予選デュッセルドルフラウンドも3位に終わり、出場権獲得はならなかった。2011年欧州選手権予選も3次ラウンドプレーオフでベルギーに敗れ、 2007年大会優勝国がわずかに大会後に欧州選手権の出場権を逃すという波乱を招いた。1964年から1988年まで出場なし1949年から1994年まで出場なし。ありがとうございます。